はい、ということでね、ラバーストラップ開けていきたいと思いますって、もう声出しちゃってるけどすいませんね、やっぱり無理ですわ、はい、あのね、まあ、開ける前にね、はい、いやちょっとね、やっぱり、声出しの方がいいという方がおられるんでね、やっぱりその期待を裏切るわけにはいかないんでね、やっぱりここは声を出して、やっていきたいと思います。はい。まあでもね、それに関しては、まあ開封動画とかは、声出しとか、していきますが、まあ商品の紹介だけとかね、そういう時は、まあ字幕のみとか、または、声出しと字幕を合わせたり。という感じでね、ちょっと臨機応変に対応していきたいなということで、これからやっていきたいと思います。はい。なのでね、前回の動画での、まあ、これから字幕っていうのは、ちょっと撤回させていただきます。すいませんね、自分の意思がこんにゃく並みに柔らかいんでね。はい。いや、もうだからもう恋なんてしないなんて言わないよ、絶対。もう恋なんてしないなんて言わない、あ、違う、あ、いや、もう声なんて出さないよって言わないよ、絶対。はい、ということでね、早速行きたいと思います。はい、いや、あのね、このラバーストラップなんですけれども、はい、ですね、まあ、こういうのがなっちゃうんですよね、スマホとかの音が鳴っちゃうんですけど、もう気にしない、もう。あのね、これ、まあ、原寸大ですけど、これね、ちょっと手で触るとわかるんですよ、形が。はい。で、まあ、私の狙いのね、富岡さんと、まあ、禰豆子は、もう後ろにね、唐揚げくんの鶏を連れてるんですよね。なので後ろがまあかなり出っ張ってるっていうのは分かるんですけど、よくよく考えたら結構ほぼほぼみんな後ろに連れてるんですよね。忍とかはもう形ですぐ分かると思うんですよね、無一郎とかはね。だからあんま当てにはならないんですけど、とりあえず後ろが出っ張ってるやつだけをちょっと2つチョイスしてきました。はい、なのでまあ分かんないけどね、どれかね、うん、まあでも本当期待したい、これは。はい、禰豆子か義勇、あ、まだこれはまだそうだね。はい、こっからパッて開けてどうなるのかって感じだね。はい、触るとね、もう出っ張ってんだよ、もうここに唐揚げくんいるんだよね、から、うん、いきます、頼む、もうね、缶バッジでね、死んでるんでね、ここは本当お願いします。せーの、危ない危ない、逆に無言になっちゃった。やった
富岡さん、富岡さん当たった。やった、報われたこれ。いや嬉しい。これだってさ、これ600円もするんですよ。これ爆死できないんでね。いやこれ嬉しいわ。ちょっとこの出っ張りをね、ほんとすっごい確認して分かったんで、うん、まあでも全部ほとんど出っ張ってるんですけどね、うん、まあ、出っ張り方がこういう出っ張り方、うん、いやーほんとすっごい俺のこの指2つ目いきましょう。でもね、そうすると2つ目が怖いんですよ。同じような形のやつを選んだから、ねずこじゃないんだよ。ねずこちょっとこうふっくらしてんだけど、これね、ふっくらしてるなあ、こっちほどぶって出てないね、唐揚げがね、唐揚げはい、いきます。ねずこ、ねずこ、これでね、ねずこだったらもうし、いい、いい、はい、いきます。せーの、はあ、そっちか。いやいや、推しの人に申し訳ないんだけどねいやそっかそっかそっか、はいはい、なんで俺この形選んだんだろうな、俺おかしいな。わかりやすいんだけどな、これな。いやでもね、ほんとこっちがもうほんと当たってくれてよかった。ほんと報われたわ。いや嬉しい。はい、といった感じでね、缶バッジもね、こうね、はい、はい、こういった感じで結果なりました。はい、まあ私としてはね、上々じゃないですかね。はい、いやーといった感じでね、まあ開封はやっぱり声出しできます。はい、まあ字幕なんだかんだよくよく考えたら字幕を入れるのがめんどくさいっていうのが分かったしね、うん、まあ声出しの方がいいかな。はい、まあということでね、これからも、ご視聴の皆さんにはね、お付き合いいただけたらなと思います。はい、まあ新しい、チャンネル登録者もね、本当大歓迎なので、本当チャンネル登録してください。お願いします。はい、ということで、今回はこれで終わりにします。次回はね、まあちょっと怖い話を予定しております。はい、ということで今回は以上になります。はい、ご視聴どうもありがとうございました。